ゴージャスオーガーマイクラブやったー、はい、ということで、うん、エンダードラゴンに、はい、チャレンジへの道、はい、ということでございますね、うんうん、待って待って、うん、すごいすごい、なんか仰々しい、すごい、なんじゃこりゃ、あれじゃん、海ホタルじゃん、海ホタル、何これ、何これ、金取れるよこれ、すごい水族館だ、うん、こちらがこの前取った、黒曜石を最低10個使って作るネザーゲートっていうものです。ネザーゲート、これ入れるのじゃん、ゲートだ、本来の手順ですと一応、まあ、説明しますと、ここの黒曜石をバーッと並べて、あ、このように、ま、窓枠みたいに、窓枠みたいに並べた後に、うんうん、火打ち石っていうので火をつけてあげると、この中に、うん、そうするとこのようにネザーゲートが誕生するんです。おお、ゲートくぐったところで立ち止まってください。あ、この上ね、はい、そこでストップです。お、揺れてる揺れてる揺れてる、じゃあ皆さん同じように、何これ、あ、戻ってきてるじゃん、距離ずつかな、おお、お、お、揺れてる、ちょっと待って、ちょっと待って、っ ゴージャスさんに隠れて、なぎさから逃れるため、溶岩の中を泳ぐ、なんで、なぎさちゃんが襲ってきたってこと、いや、何もしてないですよ、私まだゲートくぐってないもん、ちょっと待ってくれよ、これは、あれですね、あの、ネザーゲートが生成されたことによって、うん、多分空中に出来上がったマグマ源が今ちょうど降りてきて、間違えた、あれだ、焼かれたっていう、なんとも運が悪い状況です、進んでるのしてる、はい、じゃあ周り見渡してみてください。どこ、なんだこれ、どこ、魔界じゃないのこれ、魔界、すごいな、こちらがネザーという暗黒界って言われるやつです、ね、うわ、もうあなたの知らない世界だ、み、身のもんたたのでおなじみやつ、あれ、あれ、あれ、あ、おお、なんか新しい素材が掘れそう。あー、ツルハシ持ってくればよかった、これ。あ、ゴージャスさん後ろ。え？あー、なにこれ？火が襲ってきたよ。あー、くる、え？クラゲ？火が襲ってくる。クラゲじゃん。クラゲが襲ってきてるよ。いや、じゃあそのような世界に行きたくない。え、違う？これ置いちゃう？なにこれ、火が。いや、火吐いてんのか、変なクラゲが。クラゲやめてよ、クラゲじゃないよ、聞いた、あっちいもんだって、あっちし、あっちし、まずいですよ、燃えてるし、やっべ、まだ私影向いてないからちょっと逃げるわ、ゴージャスさん倒さないで、いやんじゃこれ、あれがエンダードラゴンだが、いや、あれはあれはガストです、そのネザーゲートの左手にそこにネザー遺跡っていうのがありまして、その遺跡の中にいるブレイズっていうのを倒して、うん、そのブレイズが落とすブレイズロッドっていうのを手に入れるのが今回の目的です。ブレイズロッド、あの火投げてたやつ、火投げてたの、あ、そうです、火投げてた、あ、そうそうそう、さっきブレイズに倒されたって出たんだ、やっぱり防具とかもちゃんと強くしないとダメですよね、ちょっと待って、もう怖くてしたらいけないよ俺これ、え、これさ、鎧着ててさ、やられちゃったら鎧も剥がれちゃう、もちろん、いやだよ、もうじゃあ鎧着たくないよでも鎧着ないと本当にあの即死ですよ。じゃあゴージャスさん、はい、これだけちょっとチャンスあげましょうか。あ、実はですね、うん、ちょっとヨルゼアの方行ってみてもらっていいですか。剣、武器か。ヨルゼアの方行くと、なんか2色の変な建物ないですか、左に。これそう、ある、はい、何がな、おお、ちょっと渚さんも同じところ行ってみてもらっていいですか。ほい、どこだ、ヨルゼアさん、多分それ後ろに上がれないです。どこですか、ヨルゼアの左。あ、白と紫のこれ、はい、これ何、何だろう、それまだ、これ前から気になってたんですよね、開けちゃダメですよ、危ねえ、そちらのどちらかが当たりで、ダイヤ意識が入ってます。おお、ただし、はい、外れを引くと、うん、とんでもないことが起きます。じゃあ、でも2つですよね、
俺に任せろ。あ、ちょうどゴージャス度の色じゃん。どっちにする？左にします。じゃあ右にします。本当に左で大丈夫ですか？はい、開けますよ。一緒に開けた方が良い？あ、まあお任せしますよ。一緒に、一緒に開けましょう。いきますよ。はい、せーの、せーの。あー、え、なに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 、あー、ちょっと待って、え、なに、爆発したんだけど。爆発した、私の金の剣。え、ちょっと待ってよ、なんで爆発したの？いや、なんで爆発したの？ハズレを引いたら爆発する仕組みでした。ハズレなんて引いてないよって。あの、渚さんがハズレ引きました。あ、巻き込まれ。どっちも結局爆発してんじゃん。あ、でも幸いにもテスト爆発してないんで回収できますよ。やばいやばい、カジマ泥棒だ。うわうわ、ちょっとカジマ泥棒現れたよ。カジマ泥棒、ほんとかよ。あれ、本当に回収してる。侍ちゃんさんが今ダイヤ式を取って逃亡してます。まああの、お三人で仲良く使っていただければ。ああ、見つかった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 。まああの、ダイヤモンドがあれば、うん、作れる話なので、今あの侍ちゃんさんが持ってる67個、うん、使えば作れますので意識。作れば、はい、なんだ、女装の着ていいよ。ただ、ゴージャスさんが今持ってるダイヤモンドの剣に関しましては、はい、ちょっと特殊でエンチャントがかかってるんで、普通のダイヤモンドの剣より強いです。なんか色がね、違うんでございますね。まあそのエンチャントをつけた武器防具欲しいですよ、皆さん。うーん、欲しい、やっぱりと思いましたので、うんうん、欲しいな。ですね、エンチャントをしましょうか。ちょっとエンチャント、エンチャント、はい、ちょっとじゃあ意識作ってヨロズヤまで来てもらっていいですか？ヨロズヤね、はい、ちょっと経験値の方をまず付与します。痛い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 、経験値が痛い。なんだ今のは。痛い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 、経験値が痛い。何これ、何何何やってるの。経験値が痛い。何それ。痛い。そうしましたら、ちょっとそこにあるスイッチあります、わかりますか？これです。あ、これか、はい、で、それを踏んだ状態でその本のところを見てください。左後ろの一回防具抜いてもらっていいですか？はい、ずっと L で。で、エンチャントしたい防具を選択していただいて、エンチャントしたいかな、頭、強く胴、ズボン、どれかまず選んでください。で、それを左のタブに移してください。本の下のそこです。で、さらにラピスラズリを、で、その後一番レベルの高い30点を選択してください。これね、はい、そうするとラピスラズリ3、エンチャントレベル3の経験値を30使ったエンチャントがかけれます。いきますよ、はい、で、これでいい性能がつくかは運です。あ、へえ。さあ、何が一番いいの？一番いいのは4つぐらいエンチャントがつくのが、でも3つか3つぐらいつきます、運が良ければ。今のでカーソル合わせてみましょう。これか、はい、1個しかついてないです。うわあ、これは外れ。まあでもあの4がついてるんで、防御4、うん、かなり防御力の高いあの鎧になってますね。ああ、で、同じようにまたズボンにエンチャントかけてみましょう。はい、そしたらそれを選択してください。防護3ですね。これさっきより良くないじゃん。さっきよりちょっと低いですね。まあでも、まあ、まあ胸当てとズボンに関してはエンチャントがつきにくいところではあるんで、あ、まあまあまあ、これはもうじゃあ、はい、爆発耐性とかも一応作っちゃつくんですけど、兜はでもつきやすいんで2つ3つぐらいついてほしいです、ね、お、兜は。さあ、防火。これはすごくない？これはでもちょっと笑ってるってことはそんなにあんまり運がよろしくないです、ね、あらー。じゃあゴージャスさん、はい、最後にあの靴もやりましょうか。エンチャント、そう、棒がなかったから、うん、あ、でも結構取ったよ、今棒いっぱい作った。あ、じゃあ戻る。お、3つつきましたね。おお、すごい、すー、
そうなんですよ、耐久力っていうのがあるといいんですよ。防具が壊れにくくなんで全部エンチャント完了しました。おお。ドン1個。何、聖なる力っていうのがついたの？そう、聖なる力は確かアンデッドに対して威力上げるやアップするやつですね。結構外れの部類のやつです。さあエンチャントできました。お、3つ呼吸に。お、いいですよ、水中作業。よし、水の中でも作業効率が上がります。ドン。あー、ボーゴやボーゴさん、耐久力さん、いいですね、いいんじゃない。ドン。お、これも3つ。いいね、当たりです、ね、水中移動ばっかり。やった、水特化じゃん。あ、じゃあ、なぎさ殿に。お、アイテムボーナスだ。おお、やったー、アイテムボーナスついた。攻撃力すごい上がっとるじゃん。めっちゃ上がった。アイテムボーナスがつくと、うん、ドロップアイテム品が落ちやすくなります。あ、それなんかいいじゃん。やったー。なので今回の目的であるブレイズを倒した時にそのブレイズロッドが手に入りやすくなってます。頑張って倒せよ。頑張れ、頑張って倒せよ。みんな頑張ってね。お前が頑張れよ。本当に私か。お前もやれよ。はい。俺は見てるから。はい。何がついたかな。うわあ、なんかすごいついてるじゃん。なんだ、なんだ、なんだ。呼吸耐久力。すごいぞ。よし、つけた。どう。あれ？あ、でも当たりの方ですよ。耐久力。なんだよあいつ。下半身ね。じゃあつけます。下半身。ああ、当たりの方です、当たりの方です。おお、2つついてる全部。今のところ1つだけっていうのないです、うん、じゃあ足いきます。はい。おお、なんじゃこりゃ、めっちゃついた。ああ、でも防護がない。防護がない。まあでも水中移動と耐久力と防火ついてるんでネザーでは今後役立ちますね。やった、なんかいっぱいついた。え、あと持っていくものは、はい、食料。そうですね、食料と松明。いざ。あれ、ちょっと違う。あれいや、僕の方で整備しよう。あ、整備。何、何、あ、一撃強い。あ、やっぱ減らない。全然階段の上上がるとすぐ寝材席の方入れるようにしといた。あれ、なんか箱あるよ。ネザー遺跡の中にはですね、ランダムで宝箱が生成されます。このネザー遺跡の中にブレイズがいますので、はい、そのブレイズからブレイズロッドっていうのを、最低5本、取れれば10本ほど回収してください。ゴーダさん、ゴーダさんの今目の前にいる黄色いのがブレイズです。やっつけよう。おお、ああ、頑張って。いるような人じゃん、こっちの奥に。見ました。あ、来た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 。あ、体罰2個出しちゃった、もったいない。どうしようどうしよう。やつけろ、やつけろ。やつけた。あ、やつけたよ。つけた。あ、向こうか。アイテムは出てないっぽいです。まだじゃダメだ。あ、またいたよ。どうですか、頭にやった大量に。よし。あ、倒しました。おー、いっぱいだ、なぎちゃんの方が。こっちにめっちゃいっぱいいる。なぎちゃんはちゃんと自分で松明炊きながら。そう、これでみんな来れるから。どこだどこだ。はい。なんだこれ。ブレイズです。ブレイズが遺跡の上から落ちてます。これうちらの。あれ、なんか落としたよ。こちら拠点です。ね、なんか落とした。ブレイズロット。三つ？今二つですね。ブレイズロット二つ手に入れたよ。これがいくつで五本。5本かー。あれば10本。あれば10本。いけよ、それじゃ、やつけろ。出ない。お、ジャス君いた。やつけろ、そこだ。うまいもんでしょ。うん、ブレアさん、右にガストがいます。危ない。ガストは入ってきた火球を跳ね返すんです。え、誰に、どこに。渚さん、今ウィザースケルトンに攻撃されます。え、暗くて分かんなくて。
松明は肉食べた松明、あーちょっと分かんなかった。どこどこどこアイテム落としちゃったよ。どこでやられたの。私分かんないんです。どうしよう。どこでやられたの。分かんないの。どうしよう。なぎさちゃんの貴重なロッドが、ロッド、あ、あったあった、それだ。あ、ありがとうございます。回収したよ、お侍ちゃんが。いや、湧くね、お侍ちゃんのところ。ここ湧くけども帰れない。お兄さん、こっちですよ。ん、こっちです。あ、すごい、3個ゲット。おい、でもいらないでしょ。まあ、でもあと4つあると本当はいいんですよね。あと4つ、あと4つよろしく。任され申した。ちょっと暗くてやっぱ歩きにくくないですか。うん、いいポーションがあるんですよ。ポーションがある、はい、このポーションを飲むと、うん、なんとあの明るくなるんですよ、周りが。ちょうどそこに現実にもあるんですよ。一番最初にやられちゃったの私なんで、じゃあ飲みます。あ、いただきます。何やろ。お水もらえな、お水。何やろ。エンダードラゴンの味。まず、何これ、開かない。開けて。なぎさちゃんの武器は入れといたからね。はいはいはい。まず、本当だ。え、何これ。それで、あの、明るくなるポーションです。目の前暗くなったわ。ネザーがすごい明るい世界になってると思うんですよ。え、めっちゃ明るいじゃん。本当だ。あ、ゴージャスさん、瞬間移動のポーションっていうのがあるんですけど。この販売員すごいな。何でも持っておるな。ただ弱みにつけ込んで。あの、任意の場所にすぐワープできるっていうポーションが。本当に。はい。どこでも。どこでも。体にいいやつだもんね。そうですよ、ポーション体にいいですから。じゃあいただく。苦い。苦い。さっきと同じ。さっきと同じじゃないです、ポーションです、ポーション。瞬間移動のポーションです。苦い。全部だこれ。はい。どこにワープします。ネザーゲートでいいです。ネザーゲート。声がネバルくんみたいになってる。ネバーよネバーって言っちゃってる。ネザーね。はい、どうぞ。ネバーゲート。ネザーゲートね。で、外から、あれ、なんか3って書いてある。あ、ゲット、ゲットしたよ。お侍ちゃんさんがそれで、9本。お、またゲット。あれ、え、全然ゲットできんじゃん。え、なんでこんな時間かかってんの。揃いましたね、じゃあ。揃いましたね。はい、じゃあ皆さん戻っていただき、戻りましょう。はい、帰ってきました。よっしゃー、帰ってきた。ブレイズロッド、ロッド、早速クラフト台で粉にしてもらってますか。粉に？粉、何頑張って持ってきたのに粉になんかできるわけないだろう。な、みんな。いや、粉にしましょう。食べ物かな。お、あ、あった。え、食べ物なのこれ。お、豚骨ラーメン、ブレイズ、ほら、豚骨ラーメン、それだ。豚骨。はい、そのブレイズパウダーが、豚だった。とりあえず20個あればいいです。はい。あ、だから10個。18、12、1つで2つで出ると。できた、できた。はい、ほう、そうしましたら、じゃあ後でちょっとお支払いしていただくということで、とりあえずエンダーアイを今渡しちゃいます。エンダーアイ、エンダーアイ、エンダーアイ。この牛の肉皮とか入ってるところにエンダーパールって入ってきます。うん、じゃあ全部一旦取りました。で、それをまたクラフト台に持っていっていただいて、うん、で、どっかにエンダーアイっていうのが作れるはず。
枝あったよ。あった、あったよ。ありました。それを20個作っちゃった。おー、できた。それがエンダードラゴンに会いに行くために必要なアイテムです。これは、あれ試しにじゃあ使ってみましょうか、エンダーアイ。みんなと一緒に行った方がいいってことでしょ。いや、あの、一回空中に向かって投げてみてください。え、エンダーアイ月に向かって投げる。あ、そしたら今ゴージャスさんが向いてた方向に飛んできましたね。あれ、木のところに。そっちの方向に行って割れましたね。うん、そっちの方向にエンダードラゴンに会いに行くための遺跡があります。なるほど。あー、それをずっと繰り返すのね。はい、それを投げて、あ、で、今たまたま運悪く割れちゃいましたけど、だいたい床に落ちるんです、そのポトッと、うん、それを回収して、投げては回収、投げては回収して、で、真上、あの、遺跡の真上に行くとそのまま地面に潜っていくんで、エンダーアイが、うん、そしたらそのまま直下掘りすれば遺跡に行けます。よし、行け。なるほど、直下掘り。じゃあ今回ここまでにしましょうか。はいはい、の前に、うん、今回のお支払いの方を。そうだよね、 何、はい、何かもらいましたよね。え、なんかもらったっけ。もらったっけ。いや、もうこれ対価を払ったからね。そちらはあくまでポーションなんで、うんうん、はい、今回はですね、エンダーパールと、あとゴージャスさん、エンチャント付きの防具など取りましたね。でもあれ欲しいって言いました。言ってないんだよ。あれなんかこれとこれ持ってきてもらっていいですかって言ってさ、うん、これ詐欺でしょこれ。そうだね、別になんかこっちは特に何も言ってないよね。持ってきてもらっていいですかつけて、あ、これはなかなかいいのつきましたね、つかないですね、みたいな、うん、エンチャントつけた武器防具欲しいですよね、皆さん。うん、やっぱり、うん、やっぱり。はい、というわけでそちらのくじを引いてください。はい、行きましょう。前回はジャス君が負けましたが、それでいいですか。ちょっと待って、じゃあ私これね、せーの、はい、あまた一番最初に選んで3分の1だぞ。なんで印つけとけばよかった。それはダメだ。それはダメだ。それは本当にそれはダメだから、 やらせなっちゃうから、うんうん、じゃあ、はい、定周波治療器を、うん、7を10秒でちょっと待って、いきます。定周波治療まで、ちょっと待って、3、2、1、スタート。あー、待って、待って、これ3、あー、これモモやつだろ、モモやつだろ、これモモやつだろ。あ、これモモやつになってる。押すやつにしました、押すやつ、押すやつ。痛い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 、本当に痛い、本当に。はーい、ちょっと待ってよ、めっちゃ遅いじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、一番の悪はあいつかもしれない。おい、こうなったぞ俺今、お前。おい、バカじゃないのか、お前たちって。もう俺絶対施し受けないから。ちょっとこれ撃ったから。いや完全に一番最初に選んだの。絶対仕込んだよ、なんか仕込んだよ。仕込んでないよ、絶対。後から色が出るような感じ。じゃあ検証してよ。一番最初に取って、一番最初に選んだんですから。いやいや、もうやだよ、もうやだ、もう見たくない。割り箸使わない、これから。一番アナログなのにね。いよいよ、でも、あ、もう、ね、エンダーアイでパーンってやって、ね、エンダードラゴンの場所分かっちゃう、分かっちゃうから、うん、もう何も必要な。よし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 、楽しみです、次回が。おー、はい、佳境じゃ、佳境じゃ。次回はぜひ、もう続く方、皆さん、発目せよ。終わり。GM コインから嬉しいお知らせ。新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン